白天病を発症したシクリット・イクシア・フスリアス・マルティフィリースの規制による白天病は魚の体が白い点で覆われてしまう病気である観賞魚が発病する代表的な病気の一つ自然界にも存在するが水槽など閉鎖的な環境において問題となることが多いまた淡水・海水療法において発生する病気であるが症状が類似しているだけであり原因となる 病原虫も対処法も異なるので注意を要する。専門虫の一種である魚の海鮮中の寄生によって発症する。海水魚の白天病と区別するために、育地オフチリウス症と呼ばれる場合もある。寄生によりホロントとなりさらに成虫になると、縮主の個体を離れシスト化し、水中あるいは底砂で分裂による増殖をし、有層子が再び寄生するというサイクルを繰り返す。 この郵送紙の大きさは0.03から0.05ミ、mm、リメートルと極めて小さく肉眼で確認することはできない。規制できなかった郵送紙は5時間前後で弱体化をはじめ20時間前後で感染力を失い48時間で死滅する。発生のメカニズムについては不明な点も多いが閉鎖的な環境においては外部から持ち込まれることによって増殖することが多い。 シスト化したものは条件が整うまで休眠状態を維持することも知られている。寄生する場所は上皮内であり、体液などを摂取しつつ、専門運動を行うため、宿主の個体はかゆがり、水草、石などに体表をすりつける。感染初期には白天を目視することができないが、魚が体表をこすりつけたり体を小刻みに震わせる、動作をしているときは感染している。可能性が高い。 宿主に寄生後数時間から数日で病状が進行するとヒレや体表に白い点を生じ特にエラに寄生されると呼吸困難により死亡する場合がある。魚の海鮮中は摂氏25度以下の低水温を好むため摂氏30度以上の水温で飼育する熱帯魚の場合はほぼ発病しない。また魚の海鮮中はどの環境においても発生存在シュールがそこにいる魚が 必ずしも白天病になるわけではない。水槽などの閉鎖的な環境下では、巨体に集中的に感染することで魚が衰弱、あるいは機能障害をきたすため問題となる。自然界においては、集中的に寄生することがほとんどないため、魚の海鮮中の寄生それ自体が問題を引き起こす。ケースは稀である。従って、魚の密度が高いほど、また小型の水槽ほど、 感染のリスクが高くなる。また水槽に移入した直後や、水温や水質の急激な変化に起因するストレスによって、体表の粘膜が荒れている時は特に感染しやすい。魚の海鮮中は蒸気の生活サイクルのため、体表内に生息する時期とシスト化している時期には、薬物体制が強い。宿主の体を離れシスト化するまでの時期と、再度寄生するために浮遊する時期の投薬が、 効果的である。通常蒸気サイクルは4日から5日程度のため、その間に2度効果のある時期が来ることになる。体表から白天が消えたとしても、単に宿主の体を離れて、底砂や水中に移っただけで再度規制される恐れがあり感知したわけではないのでその点注意する必要がある。投薬に際しては、重症な個体、または死魚を取り除き、水替えを行い、 特に底砂などはよく洗い排水する。その後薬品を投与する。これを4日ごとに繰り返す。薬品の投与は、魚の体勢を見極めながら行う必要がある。完全に死滅させることは、実質的に困難であるから、病原虫の密度を減らし集中的な感染をすることを防ぐことが重要である。薬品は、メチレンブルー、マラカイトグリーンなどを使用するが、0.5%、 塩水浴、ヒーターによる摂二28度の水温上昇での治療も効果がある。紫外線殺菌等の使用も一定の効果がある。また、魚の海鮮中は比較的大きいため、フェルト生地など目の細かいフィルターでこすだけでも除去効果がある。専毛虫の一種であるクリプトカリオンイリタンスの規制によって発症する炭水魚の白天病と区別するために、 クリプトカリオン症と呼ばれる場合もある。寄生により成長すると、縮小の個体を離れシスト化し、水中あるいは、底砂で分裂による増殖をし、再び寄生するというサイクルを繰り返すことは、淡水性と同様である。クリプトカリオンイリタンスは、摂氏25度から摂氏30度の高水温を好む、ため、淡水性白天病の対処法をとると、かえって繁殖する、危険性がある。 イケスで養殖されている海水魚の場合は、潮流の早いイケスへ移動させる。あるいは水槽内のホルマリン濃度を 30ppm に維持する。硫酸道による治療硫酸道を用い溶けたイオンにて、病原虫を殺虫してしまう方法。水族館やアクアリウム等の閉鎖的、水槽環境においては、最も有効かつ速攻性がある。しかし、 白天の病原虫だけを選択し殺虫しているわけではないために無脊椎動物等も殺虫してしまう。マラカイトグリーンによる治療界水性白天病に対しても、マラカイトグリーンによる治療は効果はある。速攻性を有している反面、持続性はなく効果時間が短い。したがって、魚についた白天病が進行している場合は有用ではあるが、魚の表皮から剥離している。 病原虫や卵には効果はほとんどないと考えられる。マラカイトグリーンの効果が切れると白天病は再発する。したがってこの方法での治癒の可能性は低い。これらの薬品による治療は水槽において、飼育水槽とは別の水槽において実施するべきであり、発病が認められた水槽は可能であれば6週から9週の間魚を入れてはならないとされる。なお、メチレンブルーは 海水条件下では、使用不可、ありがとうございます。